平家を助ける必要はあるね。安成は私たちを助けてくれたではありませぬか。残念じゃが、あのはああするより他あるまい。時が経てば住友や長太ら若い水軍の本隊が合流されれば、我らには勝ち目はなかった。しかしそなたは安成を助けたいのか。無論です。それではそなたの好きなようにするがいい。どういうことだ。めいめい勝手に振る舞えば負けるぞ。勝手ではない。守るべきものがあるなら、それが我らの使命。己が夕顔を守ったようにか。え、刑事を探すがよ。刑事は安成に会いに行っておるのである。刑事どもだ。刑事を助けたのはおそらく安成である。ならばわしも勝手にさせてもらう。魔界水軍の勢力を削ぐ。理事会、頼んでもいい。なんだい、つまんねえ仕事なら断るぜ。真田大介を襲ってもらえる。なんだ。真田は完全には黒魔術の支配が及んでおらぬ。ならば格好撃破した方がいい。倒せなくとも真田を個別に攻めることは武魂の焦りを誘うことができるである。面白そうじゃないか。一言だけ付け加えたんですね。倒せなくてもは余計だね。鶴姫、そなたも行くがいい。あなたはどうするのです。私には会わねばならぬものがおる。何を手ぬるいことを。
安成は安成で考えてるんですよ。分かりませぬ。それが男ってもんだ。つまんねえ意地とか誇りとかってやつで自分を縛って。今そんなこと言ってる場合じゃねえか。お前の勝手な振る舞いが我らの同盟を壊すことになる。ルカン、ルカン、財布を返してもらおう。前だけ。お主もまた未練の男よ。どこのこと我が本陣に出てくるなど少子千万、この場で葬ってくれよ。鶴姫、おめえも同じだ。ケルス、おめえどうするつもりだ。Yeah.
滝夜叉、そなたも陰陽師であったか。魔界の者たちにわらは冥界の天下を握り、魔界に存在する者すべてを消し去ってくれよう。今宵はひとまず去ろう。次会う時はお前たちの最後じゃ。今のお主の力のあるものを見つけてこよう。さあ。